生発の女性ブルーヒーラー生発は人の髪の色素としては自然には存在しないが先発によって得ることができる。人によっては光加減で青っぽく見える黒髪に生まれるものもいる。また動物ではその毛色が青毛と呼ばれるものがある。緑髪も自然な人の髪色ではない。本校では便宜上緑髪についての情報も含む。歴史的に芸術や文学では 生発が表現に現れることがある。コバルトやインディゴを日常的に扱う労働者はそのダストが毛包に混ざり生発になることがある。これは表面のコーティングではなく実際に髪の色が変わっている状態である。人工的に青く染める洗髪剤はアントラ機能を水取り具認する本酸と調合したディスパースブルー1が用いられていた。これはシャンプーをするたびに 色が落ちていくものであった。現在では発言性があるとみなされ、用いられなくなった。1935年のヘアドレッシングファッションショーロンドンにおける優勝作品。当時の女性としても非常に短いショートカットにパーマを当て、トップを青っぽく染めていた。18世紀のイギリスではマカロニファッション家たちはカラーパウダーを使って髪を染めることがあった。例えば、政治家。 チャールズ・フォックスは若い頃に青いパウダーを使って薄く青みがかった髪に染めていた。第一次世界大戦直前の1913-1914年、明るくエキゾチックな色に髪を染めることが流行した。これはパリから始まり、ロンドンなど他の街にも広がった。1924年、セリブのための美容 CN、ムッシュ・アントワーヌは彼の犬の毛を青に染め、 続いて、彼のクライアントだった EN、レディ、ー・ LC でウルフメンデルの髪を同じく薄く青色に染めた。これは新たな流行となった。1930年代になると、ジーン・ハーローの映画などの影響で、年配の女性がブルーリンスを使って白髪をうっすらと青みがかった灰色に染めることが流行となった。この流行の期は第二次世界大戦直後で、 その中心はエリザベス王単号であった。1950年代から1960年代は家庭用製品や工業用製品でもカラフルな色合いのものが増え、モデルなどを中心に青、ピンク、黄色に髪を染めたりカラフルなウィッグをつけた雑誌のスナップショットやテレビ CM が出始める。また SF やファンタジー映画でもカラフルな髪のキャラクターが登場し始める。 この時代の映像に残る例は、1948年の映画 EN ザ・ボーイ・ミズ・グリーン・ヘアの少年ピーターは緑発。1955年の映画 EN ビューティフル・バット・デンジャラスの女性オペラ歌手は、制発で舞台に登場するシーンがある。1966年の実写映画版及びテレビ版バットマンのジョーカーはショッキングな緑発。 1968年のスタートレックに登場した、シャナは緑髪。1970年の謎の円盤 UFO では、月面基地の女性隊員たちの髪は紫色。1976年の映画 EN、ザ・ードベンチャーズ・オブ・ブラチノのタチアナ・プロート・センコの髪は、水色。1999年のスター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メナスのリーバ・シャラクアは制髪であった。 1970年代になると60年代流行のパステルカラーよりも原色に染めた髪が見られるようになる。例えば、イギリスのコメディドラマ番組 EN Are You Being Served? では、1973年のシーズン1より主役を演じる EN、モリー・スグデンの髪の色が毎週、原色の青やピンク、紫、緑など様々な色に染められていた。 ブライアン・ E のアンディ・マッケー、ロイ・ウッドなども青や緑に染めていた。さらに1970年代後半になると、ロンドンのパンクファッションとして髪を原色に染めた若者がストリートやライブハウスで見られるようになる。1980年代に入ると、モヒカンガリやスパイクヘアと共に原色の青、赤、ピンク、黄、緑に染める若者やミュージシャンが増え始める。 これはカラフルな髪色がサブカルチャーの一部となった最初の例であろう。例えばイギリスのバンド EN、バイススクワットの EN、ベキ・ボンデージ、EN、ヘイガー・ザ・ウームのカレン・アンスデン、EN、タイガートイルズのキム・フッカー、日本のバンドカラーのダイナマイト・トミーなど。1990年代には過激なスパイクやモヒカンなどパンク系だけではなく、 様々な髪型でもカラフルに染めるようになった。90年代後半になると色のバリエーションも増え染まり具合も洗練されたものとなった。欧米では EN、クラブキッズなどのレーバー系が派手な髪型をしていたほか引き続きパンクやメタルのファンの間では髪を原色に染めるものがいた。日本ではビジュアル系バンドや一部の若者の他にも白髪のおばあちゃんが 原色の青や紫に染めるものが見られた。この時代の有名人は、カート・コバーン、グウェン・ステファーニー、ヒステリック・ブルー・ナオキ、マリス・マイザー・マナ、ファナティック・クライシス・リュジなど。2000年代には、レーバー系の発展でドレッド風の髪を、ネオン系の色に染めたりエクステンションをつける、サイバー・ゴスが登場した。また2000年代半ばから2010年頃にかけては、シーンというカラフルで、 ボリュームのある髪を好むファッションが欧米の若者の間に見られた。2004年の映画イターナルサンシャインではケイト・ウンスレットが生発である。2007年秋のマーク・ジェイコブスとえ n ダッキー・ブラウンのファッションショーではモデルたちをパンクルックな生発にした。2010年代になると若者がスマートフォンで簡単にセルフィーをインターネットに投稿できるようになり、 派手紙系のファッションの融合と洗練がさらに進んだ。髪型と髪色の組み合わせが非常に増えた。さらに、日米王だけに止まらず、韓国や中国、東南アジア、中南米などでも若者の間で派手紙カルチャーが共有されるようになった。この時代には、パステルゴス、シーパンク、ツーブロックに、パステル色の K ポップ、マスダセバスチャンによる原宿系などのファッションが髪を、 カラフルに染めることで有名である。また、コミック、アニメやゲームキャラクターのコスプレイヤーも、口日のような派手な髪色のキャラクターを模したウィッグを、する。2016年の映画スーサイドスクワットのヒットにより、ヒロインのハーレークイーンのように金髪にツインテールを青とピンクに染める髪型が、ハロウィンコスチュームで流行した。2020年代に入っても、一部のミュージシャン、モデル、 タレント、そして普通と違ったファッションを好む一般人の間でもカラフルな髪に染める流れは続いている。チベットにおける髪が多く塗られた仏陀の絵画。古代エジプトやメソポタミアでは青い髪は聖なる美と言われ、ダピスラズリが早々芸術や彫像に用いられていた。ローマ帝国軍がイングランドから撤退した後のアングロサクソンの絵画では 多くの女性が青い紙で描かれていたが、これは現実に染めていたわけではなく、ノスタルジックな芸術上の表現だと考えられている。仏陀の紙を青く表現されることもよくある。これは、仏陀の様相を記述した三十二章八十四四四の十二番目に、コンクロの紙と記されているためである。古いものでは、四から六世紀の聖春の仏像群の中には、青い染料が、 頭部に塗られていたものが見つかっている。毛の色ではないが、西洋ではデーモン、インドではクリシュナなどの神が青く描かれたり、日本でも青い肌を持つ青鬼や緑の肌を持つカッパなどがいる。古代、ギリシアやエジプトでは自然色よりも表現力豊かな髪色が記述されることがあった。自然には珍しい青や金の髪は神聖さの象徴と考えられていた。 ホメーロスの作品には、怒ったり感情が高ぶると暗青色の髪や眉毛になる人物がいくらか登場する。例えば、オデュッセウスが彼の妻に求婚する者に退治するために、アテネを出立した際、髭が暗青色になった。他のギリシア神話の神々も制発に描かれるものも、ある。これは、エジプト神話の神々が、ラピスラズリの髪を持つと言われていたことからの影響だと、 考えられている。同様に、旧約聖書のイブ、レア、ダケルもよく空色の髪を持っていたと記述されることがある。ターコイズ色の髪の妖精は、ピノッキオの冒険の主要キャラクターである。この妖精は、生発の子供の章に詳しく記載されている。この髪の色には、様々な文学上の解釈がなされており、恐れ多さや無限、イタリアの空、または、 青いマントの聖母マリアと関連付けられている。ヨーロッパでは中世以降、青色は貴族と関連付けられることがある。例えば、青い血とは貴族の生まれを指す。また、シャルルペローの著作青髭にもそれが現れている。これは別世界に住むものという発想から来ているという説もある。ロシアに伝承する水の精霊、ルサールカは緑の髪を持つ少女の姿をしていると、 言い伝えられている。ウィキペタン1930年代からアメリカンコミックのカラーページでは、スーパーマンなど黒髪のキャラクターを青っぽい色、金髪のキャラクターは黄色、赤髪のキャラクターはオレンジっぽい色の髪で描くことが多かった。1940年のディズニーアニメ映画ファンタジアでは、多くのキャラクターの髪が様々なカラフルな色になっており、少人天使ケルビムなど、 生発のものもいる。1950年代や60年代は様々なカラフルな髪色の人形が発売された。例えば EN トロールドールやバーゴドール EN レムコサリードールは青や緑発である。1960年代よりカラーテレビが一般家庭に普及し始め1970年代より日本のアニメを中心に カラフルな髪色のキャラクターが多用されるようになった。海のトリトンのトリトンやうるせえ奴らのラムは緑髪、歌手のキモックのモック、ダーティペアのユリ、ドラゴンボールのブルマ、美少女戦士、セーラームーンのセーラーマーキュリー、ザ・シンプソンズのマージ、新生系エヴァンゲリオンのアヤナミレー、EN、ユーキャンウィズ・ビークマン&、ジャックスのビークマンなどは制発に描かれている。 目印として毛を青く染められた羊。青毛のラットテリア。いくつかの動物には青毛を持つ品種が見られる。とはいえ、原色の外見を持つ動物はいくつかの鳥やトカゲ、カエル、魚くらいで、哺乳類では青みがかっている灰色のような毛色である。ウサギでは、ストリートニコラスブルーが代表的である。犬では、ケリーブルーテリア、ブルーディッククーンハウンド、 グランブルードガスコーニュなど、これらの犬は皮膚が敏感でアレルギーを発症しやすい。羊ではヒマラヤンブルーシープなど、その他の動物でもアオゲと呼ばれるものがある。馬のアオゲ、猫のロシアンブルー、ある種の北極狐などである。不自然でともすれば、エイリアンの印象を与える青や緑の髪は、社会的スティグマを持って見られることがある。2010年代になっても、 青や緑の髪は社会的に好まないものが多いという統計がある。特に地毛が黒髪の日本では明るい色は通常の社会人では受け付けている会社は多くない。ましてや青や緑は金髪や赤毛の地毛を持つ西洋社会においてもキーにみなされることが多い。また自然に青い目や緑の目を持つ白人は 青や緑の髪にすると自然な目の色が目立たなく、なるという理由で拒む者も,もいる。こういった社会からの目に加えて、メンテナンスの手間からも、これらの髪色にするものはごく一部で、ごく一時的に染めるだけのことが多い。ありがとうございます。